こんにちは。樋口一葉の日記、若葉影の17回目。明治24年6月17日の続きから20日までお送りします。17日には一葉が自殺を考えた様子が書かれています。糸まごい申して出る頃、日はようよう西に傾く頃なりし、今日は道変えて堀端を帰る。夕風少し冷ややかに吹きて、見堀の水の表薄暗く、枝差したるる松の姿、伏したるも起きたるも様々に、いずれ千歳のこもらぬもなく、老いてますます盛んなり、など言うはかかる親、など思わる。見返れば、西の山の葉に日は入りて、赤き雲の色の旗手など言うにや、細くたなびきたるも哀れなり。行き交う人の亡きにはあらねど、一時ならねば、意と想像し。包の柳の糸、長く垂れてなびくは、人もかく世の風に従えとにや、意と疎まし。引き返って松の響きの堂々と鳴るは、高き潔き操のしるべ覚えて、沈みし心も引き起こすべくなん。秋の夕暮れならねど、思うことある身には、見るもの聞くもの腹渡を立たぬはなく、ともすれば身をさえあらぬ様にもなさまほしけれど、親腹からなどの上を思い至れば、我が身一つにてはあらざりけりと、思いも返しつべし。歩むともなしに、いつか九段の坂上にはなりぬ。ここよりは、糸にぎわわしく、馬車など音絶えず、心せずは足元なども危なげなり。なお、思い続けてうつむきがちに来る様の、いかに怪しかりけん。道行く人の表差しのぞくようにするも、意図つつましく人わろければ、差しも見えじと思えど、なお、おのずから色にも盛るなるべし。家に帰りたるは暗くなりてなりけり。18日、朝より晴れなり。めずらかにとうれし。人よりなす苗の若やかなるをもらいて、母君植える。19日、今日も晴れなり。朝、とく庭先の梅の実を落とす。みそこしというざるに一つありたり。怪しゅう虫歯みたるなどもあれば、賞味はそれより少なかるべし。子は先の日、ここの差配の大方落としてもてゆきたる後なればにや。残らずにては二マスの余りなるべし、などいう。昼すぐるほどより、今日も図書館へ行く。先の日の役もあれば、身の子君を誘いつるに、君待ちつけて、共に、とのたもう。6時頃まで見て帰る。20日、朝、戸を開けてみれば、空名残なく曇りて、今にも雨降りぬべき景色なり。あな牛や、今日は稽古日なるを、と打ち埋めかれぬ。戸ばかりありて雨こぼれきぬ。家を出る頃には、ますます降りに降る。さればにや、来たもう人も少なかりけり。死の君は、昨日より、怪しく心常ならずおわすとかや。例の角に脳を使いたまいしゆえなるべし。さは、今日は静かに休ませたまわんこそよけれ。
とて、人々をば、身の子主と己と似て預かり申して稽古などす。昼頃より日の影ようやく見え染めて、帰りは意図よく雨晴れぬ。教師も初めて川越の中島主が嫁の君に会い参らせたり、動物栄子という怪しき言葉聞きたるもおかしかりき。今日はここまでといたします。ありがとうございました。